アーセナルは、現地時間4日、レアルマドリーから24歳、MF だに、セバージョスをレンタル移籍獲得したことを発表した。クラブの公式サイで伝えられている。今シーズンのアーセナル、ダゾーンで、いつでもどこでも簡単視聴。1ヶ月無料を見、実施中、昨季マドリーからレンタル移籍したバージョスが、今季もアーセナルでプレイすることになった。 セバージョスはアーセナルへ1、間のレンタルとなり、買い取りオプションな、は付帯していない模様。背番号は、昨季と、同様、8、背負うことになる。セバージョスは2017年にレア、ベティスからマドリーへ移籍。出場機会が、られなかったセバージョスは、昨年7月にアー、なるへレンタルとなった。 昨季は公式戦37試合、出場2得点にアシストを記録した。フットボール、票がついにアーセナルを大特集。日本一紅派、サッカー専門誌が、すべてのグーナーに送る、イブルの詳細はをクリック。フットボール費、衣二29定価、本体1500円、税書籍概要なぜ、あえて今アーセ、ルなのか。あるアーセナル強の英国人が、 います。にでも隣からモーリーニョを呼んで守備を、リシロと、大真面目に叫ぶほど、クラブは低迷を迎えているにもかかわらず、である。その日、とはそれこそ、今に凝縮されている。感染症を得ながら、経済を回す。世界は今、そんな無理なん、に挑んでいる。同じくアーセナル、特にアルセ・ヌ・ベンゲル時代のアーセナルは、一部から、ぶっすぎると、揶揄されながら、 内容と結果を週に追い求めてきた。そういった意味ではベン、ルが作り上げたアーセナルと今の世界はを、にリンクする。ベンゲルが落とし込んだ理想を、しどろもどろする今のアーセナルは、大げさ、言えば、社会の鏡のような気がしてならない。からこそ今、皮肉でもなんでもなく、ベンゲル、亡霊に苛まれてみるのも、悪くない。 そして、アッセナルの未来を託されたミケル・アルテタ・ベンゲルの亡霊より、はるかに大きなアーセナ、信仰に対峙しなければならない。ジョゼップ・グアルディオラの訓導を受けたアーセナル、初演のあるバスク人は、それこそ、世界的信仰を直視するのか、それとも無視するのか。シンラー・ナル様式の今後を追う。詳細はこちらから、両。<music> Thank you.